ペルゴレージによる自筆楽譜スターバト・マーテルは1736年にジョバンニ・バッティスタ・ペルゴレージが作曲した声楽作品。ペルゴレージ最後の作品である。ソプラのアルトドクショーと弦楽器という編成はアレッサンドロ・スカルラッティが1724年に作曲したスターバト・マーテルと共通する。このことから スカルラッティの曲に代わるものとして依頼されたと推定されている。スカルラッティの曲はナポリで毎年四巡説に演奏されていた。スカルラッティとペルゴレージの曲は共に世俗カンタータと室内二重小曲の影響を受けている。ペルゴレージは1735年から健康を害し、1736年にはポッツオーリのフランシスコ会修道院に引退して、 そこで本曲を含む最後の作品を作曲した。3月に、おそらく結核によって、26歳で没した。本曲はすぐに有名になり、18世紀を通じて、最も多く再版された曲であった。しばしば、ペルゴレイジの原曲通りでなく、大胆に編曲された形で出版された。また、改作作品も多く、その中の一つ、ヨハンゼバスティアンバッハのカンタータ。 我が罪を拭い去りたえ、糸高き神よは、本曲に、紙偏第51番のドイツ語歌詞をつけたものである。評価は、当時から議論が分かれた。伝統主義者はこの作品を批判したが、別の人々は本作品のギャラントで表現力に富み、新しい点を評価した。その滅苦い調子は、同じく晩年の作品である、サルベレージナ波探調とも共通する。 12曲から構成される。演奏時間は、約40分。スターバトメタドーラーザ気楽による助奏に次いで、アルトから歌い始め、ソプラノが、半小節遅れて、その2度上を追いかける二重賞になる。クーヤスアニームをゲメンテムソプラノ独賞。オークワムトリースティースやフリックタ二重賞。クエイモーナーバットイドーラバットアルト独賞。キーエホモ二重賞。 ビディットスームドルチェンネイトムソプラノ独唱、エーアメターフォンザ・モーリスアルト独唱、ファクウッドアーダットコルメウム2重賞。サンクタメターアイスタドオグス2重賞。ファクウッドポーティムクリスティーモーテムアルト独唱、インフラメイタスヤクセンスス2重賞。クワンドコーパスモリエター20賞。最後の有名なアーメンコーラスでプレストアッサイになる。ありがとうございます。